皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回は僕がやらなかったことを後悔した練習という話をさせていただこうかと思います。やらなかったことを後悔している練習です。まあ今回の話はね、初心者の方であればあるほどぜひ参考にしていただきたい。まあ今までそのギターやってきたとかそこそこ弾いているという人ももちろんいいんだけれども、ギターを始めたばっかりですとかこれからやりますっていう初心者の方であればあるほどぜひ参考にしていただきたい内容。なんでかっていうと、僕今36歳なんですけども、ギターを始めたのは12歳の時なんですよ。で、12歳の時からギターを始めて、今まで24年間バーってギターを弾き続けてるんですけれども、その練習をね、長い間もう12、3年ぐらいはずっとやらなかったんですよ。で、途中からやり始めたんだけれども、そのやらなかった期間が長すぎて、そのしわ寄せですよね。そのしっぺ返しと言いますか、そのツケが、もうもろに今でもバーンって来ておりまして、まあレコーディングとかする中でさ、その自分がうまくいかない時もたくさんあるんですけれども、その時にこうね、すごい後悔するのが、ギターを始めたあの12歳の時に、この練習をちゃんと取り組んでたらば、今頃はもっと違ったんじゃねえかなってマジで後悔するんですよ。そんな思いがあるからこそ、さっき言ったように初心者の方であればあるほどぜひ今日の話はですね、参考にしていただけますと幸いでございます。2つあるんだ、2つ。それは何かっていうと、もう結構シンプルにバーンと言っちゃうと、1つ目はまずね、メトロノームを使ったリズム練習です。メトロノーム、皆さんメトロノームを使って練習してますでしょうか。弾き語りとか、なんか早弾きとかスイープとか、ね、弾き語りの歌とか、まあ、何でもいいんですけども、何かしらこのフレーズとか曲を練習するときにメトロノームを使って練習してますかという話。この時に使ってるよという人は素晴らしい、ぜひ続けてください。あ、今まで使ったことないよという人結構いらっしゃると思います。悪いことは言わないんで、もう今日から今すぐメトロノーム練習を取り入れてください。カッコカッコってそうね、メトロノームの実況を買わなくても、最近もうスマートフォンで無料のアプリがたくさんあるから、もうそういったものをダウンロードして、これから弾き語りとか、ハイピキとか歌とかもそうですよ、練習をするときは必ずメトロノームと一緒に練習をするという習慣を身につけてください。これなんでかというと、さっき見た通り、その僕12歳でギターを練習したんで始めたんですけれども、そこから12、3年全然メトロノームを使ったリズム練習をしてなかったので、結果どうなったかっていうと、もちろん超リズム悪いんですよ。で、それは今でもすごい引きずっていて、まあ、レコーディングをしたりとかしてうまくいかない時もたくさんあるんです。あ、なんでこれうまくいかないんだろう、なんでこれできないんだろうってなるんです。で、それのほとんどがリズムに対する問題。で、もちろんリズムなんてのはさ、すごいこうね、めちゃめちゃ奥深いもんだからさ、まあ5年とか10年とか20年で極められるものでもないし、下手したらまあ一生かけてさ、そのグルーブとは何かとかノリは何かとかっていうものを突き詰めるもんでもあるんだけども、それにしてもちょっとできなさすぎじゃねえかって感じで自分に絶望するときは結構あるんですよ。だから本当にね、12歳でギターを始めたあの時から、メトロノームを使ったもうリズム練習、もうちゃんとやってれば全然今は違ったんじゃないかってすげえ後悔をするんです。そんな後悔をしないためにも、ぜひとも今日から取り入れていただきたい。で、これ、今まで、どうしようかな。この話は最後にしよう。ちょっと二つ目の話をします。その二つ目は録音です。録音。一つ目はメトロノームを使った、リズム練習。二つ目は録音です。最近はほら、スマートフォンとかでさ、もうボイスメモとかでもうそれ簡単に録音ができるからさ、もうそういったもう文明の利器を使ってね、たくさん自分のプレイ、練習風景、演奏をですね、録音してほしいんです。で、それをベーって録音したら、聞いてみると。その繰り返しをね、ぜひやってみてほしい。で、その録音するとき、なんだろう、スマートフォンでメトロノーム鳴らしたらさ、スマートフォンで録音できないじゃん。だそういうときは別にメトロノームなくてもいいです。普通にギターだけでいいです。スマートフォンのボイスメモとかで、プッと録音ボタンを押して、で、それに対して録音して、止めて、聞く。っていう練習を取り入れてください。そのメトロノームと録音、この2つを今日からしっかり取り入れていただくだけで劇的に上手くなるんで。で、僕は12歳の時にはこの2つの練習全く取り入れてませんでした。でも、12歳の時からちゃんとこの2つの練習を取り入れてしっかり向き合ってたならば、今もっと上手くなってたと思います。まあ、謙遜ではなく、僕そんなまだね、ギター上手くないというか、そんな上手く弾ける方でもなく、なんかちょっと悩みながらやってるんだけどさ、今それでもやっぱこうね、なんかこう悩むんですよ。ああ、なんでこれができるんだろうかって。いや、その時にもすごい思うのは本当ね、12歳の時からその2つの練習、マジでやっとけばよかったっていう後悔だけなんです。そうならないためにもぜひ、やってみてください。とりあえずそのね、方法の話は以上です。メトロノームを使ったリズムの練習、そして録音を使った自分を客観視する練習、この2つです。以上でございます。ここからちょっとね、まあ、雑談というか、そのなぜそう思うのかっていう経緯の話。もしよかったら聞いてみてください。そもそも僕がなんでメトロノームの練習をしなかったかっていうと、単純に舐めてたんですよ。メトロノーム
を使うのがめんどくさかったから、やらなくてもいいやつって甘く見てたんです。そんなリズム練習をしなくても俺できてんべ、別に俺そのリズム悪くねえっしょみたいな感じで、なんかこうね、そのことから逃げてたんですよ。でもちろん当然蓋開けてみたら、もちろんずっとこのリズム悪いままね、進んでるからさ、ね、ある時こうレコーディングの時に気づくんですよ。あ、ちょっと待って、俺めっちゃリズム悪いじゃんつって、でこれなんで俺はメトロノームやんなかったんだろうって、そこからまあやったんだけれども、まあ未だにちょっとそれは改善しきれていないと。でなんでそう思うかっていうと、これねちょっとギターの話から少しそれるようなんだけども、なんか音楽っていうものの捉え方がね、今とね全然違ったんですよ。僕がギターを始めて2年目、中学校2年生の時にそのラードネスっていうハードロックに僕がめちゃくちゃハマって、なんか早弾きとかスイープとかタッピングとか、なんかすごいこうめちゃめちゃこう早く弾くようなテクニカル系にこうすぐバーンといったんです。でその時はもうね、いかにこの早く弾くか、いかにこの短時間に音を詰め込むかってことにすごい夢中になっていて、まあ例えるならば、その同じスケートでもフィギュアスケート的なああいうんじゃなくて、もうひたすらスピードスケートですよね。いかにこの500メートルをもう早く走るかみたいな、そこに対してはもういかにかっこ悪くても何が言われても、もうとにかくこの早く走ることが俺の美徳なんだみたいな感じの風になっちゃってたんですよ。でまあそれはそれでいいんだ、でそれはそれでいいんだ、その最初はね、最初はそれでいいんだ。でそのね、それをずっとこう続けてさ、その早弾きができる、スイープができる、で途中からジャズとかも始めてさ、そのコード理論とか音楽知識とか、まあ、いろんなものをつなげてさ、でこのどんどんスキルアップをしていく自分がやっぱかっけーって思うわけですよ。俺すげーじゃんみたいな、リズム練習なんかしなくても俺全然十分すげえぜ、俺かっけえぜみたいな感じになっていく天狗な意の、もう本当意の蛙ですよね、意の中の蛙ですよね、な自分が出来上がるんだ。でもそれはまあいいんだよ最初は。でこれさ、例えばさ、最初中学校高校生の時とかさ、ほらなんかこう腕っぷしが強いなんかこうヤンキーグループとか不良グループみたいなのいたじゃない。でそういう人たちでさ、そらなんかこの喧嘩したりとかさ、このね、暴力振るったりとかしてさ、でそれでこうね、俺腕っぷし強え、喧嘩強えっつって、でその喧嘩で黙らせるから、その誰も俺に文句言えねえ、俺すげえ強えみたいな感じになってこうね続いていくじゃない。でもそれをこうしばらく繰り返して、卒業したりとか人間関係を増やしたりとか経験を積んでいく中で、ある時ふと自分のこの形を客観視して、あれちょっと待って、俺今までこれすげえかっけえすげえって思ってたけども、あんまりこれかっこよくなくねって気づく時が来るんですよ。それと一緒で、僕も早い段階でそのいろんなこうね、身につけてわーっとやって、でやってこう、俺すげえでいいんだけども、途中であれちょっと待って、俺これ全然できてなくねってことに気づくタイミングがもっと早くに来るべきだったんです。で本当にこうね、全然ねギターの話からそれって、なんか僕の人生相談みたいな話になってくるんだけども、なんかギターに限らずね、僕はね、ずっとそんなことをね、ひたすらこう繰り返し続けていたような気がするんですよ。なんか人に対して、なんかいろいろこのアクションしたりとか、行動したりとかするけれども、全然それがね、その感情を伴ってないというか、例えばその僕が何かをその誰かに仕上げると、この人をその喜ばしたりとか、そのね、なんか幸せにしたりとか、好きになったりとかしてほしいなみたいなさ、そういう気持ちからさ、まあいろいろこうやったりとかするわけじゃない。でもそれがさ、この人のことを思ってやってる行動じゃなくて、こうしとけば喜ぶんでしょ、こうしとけばいいんでしょみたいな感じの方法でしか考えてなかったと思うのよ。で、まあ若い頃とかまあそれでいいんだ。で、それでそうね、傷つけちゃったりとか裏切られたりとか、まあね、そのね、うまく結果伴わなかったりとかして、その失敗を繰り返して、あれおかしいぞ、あれおかしいぞ、あれおかしいぞってひたすら繰り返して、で、ある時に自分を客観視して、僕はこういう行動、この人にしてます。で、このね、僕は良かれと思ってやってるんだけども、ある時客観視した時に、ちょっと待って、これ、この人のためにやってるのかもわからんけれども、お前はそのつもりかもわからんけども、この人全然喜んでないし、むしろ嫌がってるぞってことに気づけ、お前っていうふうに自分で言える時が来るんです。これなんとかわかるでしょ？まあ、10代とかの若い人はちょっとピンとこないかもわかんないけども、でも少なくともね、成人している以降の大人の方だったらば、ああ、あるあるあるっていうのはすっごいあるかと思います。そんな感じでこうね、自分を客観視して人から向けて、自分を客観視して人から向けてみたいな感じで、客観視している自分を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 みたいな感じで、どんどん、ね、広がっていくべきじゃない？成長っていうのは。でもそうね、閉じこもったらもうダメなんですよ。閉じこもったらダメなんです。でもそういうのを僕はね、ギターに限らずね、もうそのいろんなことに対して繰り返していたような気がする。
そこでその誰かを傷つけてしまっても、はあ別に俺知らねえし、ふうに感じてこう責任取らないとか無責任なことも言ったような気がするし、で音楽に話を戻すと、別にそのなんだろうな、その音楽っていうのはそもそもなんだろうな、今と違って、まあその時はまあ短距離走だったからさ、僕にとってはまあいかにそのスピードをつけるかみたいなだったけども、そもそも音楽とかってさ、その人を幸せにしたりとかさ、楽しませたりとかするようなパワーを持ってるはずでさ、そこに行けた方が健全じゃない、けどそこを諦めるというか、まあその時、その高校生の時とかバンドやってたりとかしたからさ、ライブとかもしてましたよ。で、そのライブとか来てくれた、まあ友達だよね。友達とかに、そのかっこよかったよとか、すごいねとかね、うまいねとかって言われたりするけれども、そんなに届けられてなかったと思うんだよね。で、その届け、あ、なんだろうな、響いてなったと思うんだよ。響いてなかった。で、そのなんか演奏を聞いて、なんかこう、わーって言われても、いや別に知らないし、お前のために音楽やってんじゃねえよ、みたいな感じで尖ったりとかするし、それってさっき言ったその不良グループのね、その人たちとほぼ一緒じゃないですか。全然自分が分かってないというか、その井戸の中からもう全然外を出ようとしないみたいな感じで。だからそういうのをね、ずーっと何回も何回も繰り返してるような気がするんです。なんか自分がみたいな。で、そういうのをこうね、すごい大げさかもわからんけども、すごい大げさに聞こえるかもわかんないけども、その自分のこの井戸の中から、なんかこう外にペッと飛び出すためにはメトロノームとか、単純に客観視するための録音が必要だったりとかするんです。その2つがその自分のこの井戸の外に行ける大きな手がかりになるんで、もうぜひやっていただきたいっていう話。ちょっとこんな話をするとね、大げさに聞こえるかもわかんないけど、これマジです、ほんまに。ぜひ今日からそんな思いを持って取り組んでみていただければ幸いです。で、さっきもちょっと言ったけどさ、その本当、謙遜ではなく、僕そんなギターがうまく弾ける方ではないのよ。でもまあ、カバー動画とかさ、たくさんね、オリジナル曲のレコーディングとかあるからさ、たくさん録音したりとかするんだけども、やっぱりこう、悩むの、すごく。なんで俺こんなできないんだろうとか、なんでもっとうまく演奏できるんだけど、なんで俺これできないんだろう、なんだろうなんだろうって、すごい悩むの。すごい、この自分のこのできなさぶりに、このね、苛立ちというか悔しい思いとか出てくるんだ。で、その時にいつも思うのが、やっぱりこう、リズム。なんですよね、リズム。なんで俺は、今までこのリズム練習してこなかったんだっていう、まあ、後悔という話なんだけれども、でそんな感じでさ思い始めるとさ、もうすごいこうなんだろうな、自分自身が何も信じられない時が出てくるんですよ。もうなんか楽しければ OK とか、そうね、まあ、かっこよく弾けたわーじゃなくて、なんかすごいこうね、俺はこれでいいんだろうか、これで果たして合ってるんだろうかみたいな感じで、すごいこう自分の演奏の荒探しみたいなね、どうしてもしてしまう時が来るんだ。もう自分自身を何も信じれないというか、それがその結構ビビタルさでさ、人からしてみたら、いやお前それ別にどっちでもええよっていうような感じの、本当もすっげえビビタルさかもわからないんですよ。けどこのビビタルさが自分にとってはもうすごい致命的な差に感じてしまう時があって、もうこの音は本当に人にとってはもしかしたら不快になってしまうかもしれないとか思っちゃう時もあるし、もうこれもう自分の演奏の何もかもが信じられないぞみたいな感じになったりとかするんですよ。で、まあ、そうですね。ちょっとこれは、まあ、大げさに、この、過去にそのね、リズム練習とかをしなかったっていうトラウマというか、その、負い目がそうさせてるっていう部分もあるんだけれども、まあ、こうなってくるとね、すごい本当ね、後悔ね、みたいなのがすごい強くなってくるんで、皆さんがこれからね、その、別にプロになるつもりじゃないよとかさ、アマチュアのままだよとかっていう思いもいろいろあるかもわからないけども、まあこれからね、その自分の演奏に自信を持って楽しんでいただくためにも、ぜひとも、今回の話は覚えていただけますと幸いです。もし皆さんがどっかでね、ちょっと気分が変わってきて、まあこれからシンガーソングライターで頑張っていこうとかさ、なんかエレキギターでプロでバンドで頑張っていこうとかって思うときはもしかしたらあるかもしれないじゃない。その時に絶対やっとかないと後悔するんで、もう今日から今すぐ、練習に取り組んでいただけますと幸いでございます。そんな感じでね、ちょっと今日に関してはメトロノームと録音の2つについてお話をさせていただきました。もし何かね、言いたいこととか、聞いたいこととか、まあ、伝えたいこととか、聞きたいこととかありましたら、ぜひコメントの方にババッとお気軽にコメント書いてみてください。僕は空き時間の時にね、ざーっと、コメントをたまに返させていただいておりますので、もしよければお気軽にコメントしていただけますと幸いでございます。そんな感じで今回の話は、僕が今までやらなかったことを後悔している練習という話でした。ぜひ参考にしてみてください。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら、グッバイの前に、私、滝沢勝成、YouTube メンバーシップという、ジャワ会というですね、ちょっとこのファンクラブというか、オンラインサロンみたいなのをちょっとやってるんですよ。まあ、コメントに質問いただくのは別にいいんですけれども、その質問いただいた回答は、やっぱりどうしてもね、たまに僕の気まぐれとか隙間時間になっちゃうし、あったとしても2行3行とかで終わっちゃうんですよ。けど、もっとこう、深く知りたいんで、俺はもっと質問したいんだよという方、全然いらっしゃるかと思います。そういう方は、ぜひ、ジャワ会のシルバーにご入会くださいませ。シルバーの方では、皆さんからいただいた質問に対して、僕が5分、10分、場合によっては30分とか、
もうラジオ形式でひたすら答え続けるなんてのもやってたりとかします。もし皆さんがね、そうね、もう滝沢にこうぶつけない質問があるんだとか、聞きたい質問があるんだ、答えてほしい質問があるんだっていう方がいらっしゃいましたら、下のメンバーになるというボタン、もしくは概要欄のリンクの方から、紹介シルバーの方にご入会いただけますと幸いでございます。そちらの方でぜひ質問どしどしお寄せください。そっちはもう 100% 答えてるんで、ぜひお気軽にご質問いただければ幸いでございます。それでは長くなりましたけど、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。